今日は大人ももちゃんです。今はお話し会が1時間目終わって2時間目休憩なんですけど、今休憩なのが私と愛子ちゃんだけで、部屋が誰もいない部屋があったので配信してます。お昼ご飯まだ食べてなくて、そう、レンジがぽやってるよね。ごめんね。なんでだろう。ご飯ね、食べなきゃいけない。だから15分から20分くらいだと思われますので、トシさん結婚してありがとう。こんばんは。1時間目ありがとうございました。後で食べるよ。いや、もぐもぐしながら配信したかったんだけど、携帯立てるやつを忘れてきてしまって配信できないと思ってたから、後で待ってます。今日は大人になれてるかわかんないんですけど、大人っぽくしてみました。こんにちは。巻き巻き出演してます。3時間目から参加するね。待ってます。今日ね、朝ね、もうね、ママに電話してもらって起こされたんですけど、起こしてもらったんですけど、マジで起きれなくて、最近ずっと自分でちゃんとアラームかけて起きて、自分でちゃんと起きてたのに、今日はアラームの音一切聞こえてか、アラームをかけ忘れてたんですよ。そう、そのまま昨日寝落ちしちゃって、アラームかけ忘れて、あれみたいな、危なかった。危なかったけど起きれました。いや、早く寝たんよ。早く寝たっていうか、12時ちょっと今日の服の準備もあったけん、12時半とかには、12時ぐらいにはお布団に行って、12時なんかちょっとぼーってしてたら寝落ちしちゃってて、今日は自分で巻いてます。さっきね、巻きました、朝。そう、結構上手に今日はできて、とても嬉しいな、嬉しいです。ママさんありがとうだよ、本当に。初のツーショット可愛かった、ありがとう。ファンミもね、待ってます。寝落ちです。もうね、私結構10時間くらい寝ないと起きれない人だから、起きるけどなんかしっかり起きれないから、フリー素材かわいい写真ならフリー素材ですよ。そう、巻き上手、ありがとう。また後でお話できるね、楽しみにしてる。なんかね、2時間目休みってなんかちょっとすぐすぎて、なんか変な感じで、昨日は3時間目休みだったから間で休みだったんですけど、今日は1時間みんなと話した後にすぐ休憩だから、なんかちょっとまだ話し足りてないですね。なんか美味しそうなね、なんか差し入れ届いてたんよね。マシュマロ専門店、めっちゃ可愛くない？これなんか届いてて、ピンク色が欲しくて撮っちゃった。味は全部一緒らしいんですけど、可愛くって撮った。さっき一番乗りで撮った。可愛いよね。
全身ショット撮ってくるね、後で。生マシュマロ専門店広島キムかわいい、レゴ、そうレゴみたいな。ピンクが欲しかったよ。そう、入れ物が可愛くって、そう、生マシュマロどんな感じなんだろう、楽しみ。初めて食べるよ。全身ちょっと待っててね。で、下は黒のスカートです。こんにちは、こんにちは。会場ついて、ついた？あ、先生来てるよ。ありがとう。今から広島向かいます。待ってます。皆様ありがとう。生ちゃんのマシュマロが想像できる。確かに。で、焼きマシュマロも好きだけど、なんか生マシュマロってどんな感じなの？溶けちゃう。あー、柔らかい。え、でもなんかすごいよ。今日は生もんかやって幸せだよ。もんかも幸せだよ。みんなに会えた。楽しい。なんかでも話し会って始まると本当に一瞬で、そう、1時間半とか1時間経ってるの。びっくり。早い。時間をね、あんま忘れてみんなと話してる。本当。会場の周りの猛虎組の皆さんがスマホ見つめて配信してる。見てる？見てる？その現場見に行きたいな、今。香港から初のリアルイベント期待します。おー、待ってます。また話しましょうね、今日来れなかった人も。待ってます。一部楽しくて一瞬過ぎてありがとう。ありがとう。見に来なくてる。見たいんだが。まだ会場にいる？朝からありがとう。お茶が。周りの人がニヤニヤしてる。その写真撮ってほしい。ちゃんと大人っぽい？いつもよりは大人っぽいはずなんだけど。でもこの姿は、その私のプライベートの姿で、まあ、プライベートも全然ハーフツインとかする時多いんですけど、でも結構友達と遊びに行く時の私って感じ。今日はそう、そういう感じです。本日、昨日はアイドルっぽい感じにしてたんですけど、今日は女の子みたいな、普通のなんか女の子。22歳見えるか？プライベート感、そう、今日はプライベートももです。ただそんな大人っぽい。でも私こんな髪型してもそんなに大人っぽくならないから、友達と遊ぶときは結構巻くことが多いかもしれないね、髪を。でも友達たちの方がめっちゃ大人っぽいよ。友達の方がね、お洋服もいろいろ大人っぽいし、自分は好きな服着てるから、自分のこれ、それが昼ご飯、ううん、まだ昼ご飯は食べてなくて、なんか今届いてたから見に行こうと思います。今日は何かな？今日配信や。そうなん、明日めっちゃ、ちょっとまだ早くって明日。ちょっとね、ダンス練習が夜したくって、ちょっとだけ。今日はね、ここで配信してます。隣のお兄さんが、ももちゃんかわいいと画面見ながら、ももちゃんかわいいですか？今日黒弁なんかな。黒弁早物勝ち。私黒弁はどれでも好きなんですよ、別に。なんかどれが好きとかがなくって、余ったものをいつも食べるから、なんかどれでもね好きですね。まあお魚の気分なのかお肉の気分なのかっていうのはあるかもしれないけど、
絶対この魚がいいみたいなのはねあるんですないんですないんですよ間違えた。うん、まつげつまむ。もんちゃんから可愛いオーラでもほんと放ってる。今日行きたかった前また待ってますよ。ありがとう。こんにちは、こんにちは。しっかり最近ねママにも目がすごいですねってよく言われるんですけど、私まつげをバチバチに上げるのが好きでして、最近てかここ1年くらいかな、1年前上げてたかしら。そう、ちょっと前まではまつげをまず上げることすらしてなかった私が、ビューラーを使ってなかったんですよ私。なのにもう今はまつげがないと生きていけない人間になっちゃったから、今はもう絶対まつげ大事の人。覚醒、そうだよ覚醒シュン。あとチークも濃くなりました。めっちゃチークがね結構赤めにするのが好きで、なんかあんまり顔が赤くならんからチーク濃めです。濃ゆめ。まつげと触覚、まつげと触覚だ。今日はなんかこうピヨーンってなってて、これをこう流して、長い髪に流してこう外にしてる感じ、こういう感じにしております。何分で仕上がる、まつげは何分で仕上がってる。でもビューラーで上げて、で塗って、でも乾かして、でつまむ。そう、モックスナチュラルチークじゃない。そうなんですよ、私すっぴんだったら本当にほっぺが赤くならない人で、そう、笑ったりしてもなんか顔とかもあんまり赤くならないんよ。だからね結構メイクで濃ゆくしてます。ほっぺピンクなの可愛いから。触覚よき、ピョン。こんにちは。近づけるとコンタクトがめっちゃわかる、ちょっと水色みたいな。こんにちは。こんにちは。腕がノーカラコンですよ。あのあれですね、今日カラコンつけようかなと思ったんですけど、ちょっとカラコンの居場所が分かんなくて、あー今日はコンタクトでいっかーって思って、コンタクトスクショタイムですか？なんかあるかな？なんか両手ポーズできないけど携帯も取って、なんかね、どこ、私のお茶がどこが画質よく映るかな。逆光かもしれないね本当は。どこがいいだろう。ちょっとね、多分こっちがね日光だから反対なんだけど、こっちしか映せなくて。本当だ、15分経った。自分からありがとう。よかった。
みんなと話せて、この後もいっぱい話すぞ。おー待ってるよみんなのこと。体力ゼロになって、体力100人。ご飯食べる。今からこの後もみんなともう大声で喋れるように、私はご飯をめっちゃ食べる。見て、料理確認が壁。しゃぶしゃぶ食べ放題、美味しそうなの行ってくるじゃん。いいな、私もいっぱいお弁当食べるし。並んでると聞こえる。本当にそんなに大きな声で喋ってるかな、わかんないこんにちは。会話聞かれるの恥ずかしいなでは読んでいきます。皆様読んでいきます。10歳のサウロンさん、ありがとう。12のタイガーさん、ありがとう。11のエビ様さん、ありがとう。10のヒロピーさん、ありがとう。9のテンセティさん、ありがとう。今日行けないから大人も見れて嬉しい。素敵よ。よかった。ありがとう。8位のタカキさん、ありがとう。3時間目からよろしくね。早く会いたい。いっぱい話すんで待ってるよ。ありがとう。7位のタルエモさん、ありがとう。6位のテリピーさん、ありがとう。5位のドラガンさん、ありがとう。今日も会えて嬉しいよ。大人かわいい、大好き、ありがとう。また会おうね、今日も。4位のコウジさん、ありがとう。1時間目ありがとう。この後もよろしくね。よろしくね、待ってるよ。3位のフクちゃん、ありがとう。今日大人っぽいもちゃん、会えて嬉しいよ。よかった、ありがとう。2位のタチさん、ありがとう。今日かわいすぎて美人すぎて一生ドキドキしてるいっぱいこれからも褒めてください、ありがとう。1位のトシさん、ありがとう。ずっと僕のそばがいい、ありがとう。今日も僕が使う時間に決まってるって書いてくれて、やったーありがとう、ありがとうございました。皆様ご飯いっぱい食べてきます。写真もちゃんと撮ってきます。待っててね。大人の写真撮ってくる、ポーズ決めてくる最初ありがとう、ありがとう。みんなも今まだお話し会してる方もいるかもしれないのに、きっとまあ桃子組さんなら今並んでないでしょうけどねバイバイ。お家でね見てくれてる方とかもありがとうございました。見てくれてありがとう。ギクって言ってるぞ。うん、あれあれあれありがとうではまたこの後もお話し会楽しみにしてるね。よろしくね、ありがとうございました。ありがとう、またね。またねー。例にいます。絶対いるでしょ絶対いるでしょ。またねー。